よし、ぽくん、今日は3時のおやつな。さっき取れたブルーベリー食うぞ。ブルーベリーを取ってきたやつはな。で、ホットケーキも作ったからな、母ちゃんが。これ一緒に食べるぞ。ちなみに、父ちゃんのホットケーキこれ。そして、ぽくん牛乳も準備したからな、3時のおやつな。これそのままいけるんだからな。よし、食うぞ。はい。じゃあいただきます。3時のおやつな。まだブルーベリー1個からいってみるか。これ父ちゃんと一緒にこう、はい、落としたな。じゃあ俺父ちゃんこれ食うよ。見て食べ方教えてやる。これあーうまいな。家で作ったやつなんだな、これ育てて。箱の中に入れたいな。あ、美味しいよ、美味しい。うん。よ。こっちはダメだよ。ホットケーキもじゃあ置いてみるか。はい。じゃあホットケーキと混ぜてあげるな。よし。食うんだ。お父ちゃんあとこんだけだぞ。お父ちゃんあとこんだけで終われるな。うん、バナナとクリームがマッチしてうまいわ。大丈夫か。あ、牛乳か、ほら。やんのか。よし、あと少しだな。うん。投げちゃいかんよ。食べ物を投げてはダメだよ。うまいか。食べ物を他ってはならない。ブルーベリーを食べましょう。種入ってないよ、これブルーベリー。ちびくろさんも覚えてるか、知っとるか。パンケーキをこうバーって並べるんだよ。昔あったね、昔の本にちびくろさんもな。パンケーキをずーっとこの上まで重ねてね、重ねる本があったんだわ。その本があれ見てな、パンケーキ毎日食いてえと思ったよ。どうぞ、イギャリー、イギャリー、はいはい。ブルーベリー食べないんですか？投げるなよ、投げるなよ、投げちゃダメだよ。落ちて何見えるの？落ちて何見える？食べ物だよこれ。な、遊んでかよ。待って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 。ブルーベリーダメだな。誰もいないのこっち。なんで父ちゃんがこっち行くともうこっちに落とすなお前。父ちゃんをバカにしてるのか。じゃあもうこれいらないんだね。はい、投げちゃう。落としたね。じゃあそのままそのままにしようか。それは落とすもんじゃないよ。落とすもんじゃないよ。これは食べるもんだよ。皿変えてみるか。ブルーベリーを切ってみました。これなら投げんでしょう。スプーンを置いとけば食べれるなって認識するはず。これ食べれるよ。はい、スタートだ。スプーンを掴みました。置いた。さあどうだ。ブルーベリー食うか食わんか。さあどうする。食うか食わんか。どうだ。どうですか？うまいだろうバカ言っても。お前これさっきこんなうまいものをポコ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 投げちゃったんだぞな。あ、酸っぱくないよこれ。うまいよこれ。あ、落ちた。あ、食べるの食べるじゃないか。丸くしとったらあれだな、遊ぶんだな。玉投げかと思って。はい、酸っぱくないよ。美味しいよ。ブルーベリーが目にいいって聞くぞ。本当にいいかどうか知らんけど。よっしゃー。おい食ってん。ブルーベリー完食。一時はダメかと思ったんだけどな。よし、はい、よく食べた。はい、ブルーベリーもホットケーキも全部食べました。今度ホットケーキの中にブルーベリーを、取れたてのブルーベリーを入れてやるからな。はい。なら飲むのよ。なんだいらんのかよ。はい、じゃあごちそうさまな。よし。おう、よし。じゃあごちそうさまでした。はい。じゃあお片付けな。はい。パンケーキ落としたのか。まあいいや、よし。いや、そんな汚れてねえな。はい。じゃあ今から5時半まで遊ぶぞ。5時15分か。よし、5時15分まで遊ぶぞな。遊びましょう、遊びましょう、遊びましょう、今から遊びましょう。